たぶり。今回は三国志14パワーアップキット実況していきたいと思います。前回は激しい深夜防衛の合間に北平を攻略したところまで。なんとか持ちこたえて、その結果が劉備軍の攻領攻略につながったんだよね。慶州から根こそぎ動員した結果だよな。このまま劉備軍が攻領を抑えてくれれば襄陽進出もありかもね。そうすれば、慶州北部で安全地帯が作れるかも。劉備軍も安定するし、深夜襄陽受難のラインで孫策への対応が楽にもなりそうだしな。攻められる場所が減ることはかなり防衛しやすくなるからね。まあ、何にせよ深夜を立て直さないとならないし。攻領を劉備軍が維持できるかという問題もあるからね。少しの間様子見だな。まずはこの援軍を撃退することからか。脅威と加工派が攻領に到着すれば何のかなりそうな気はするね。平安を攻められてるのが少し心配だけどな。たまに不可解な動きをする時があるからね。深夜の平和受難から2万輸送してなんとか3万以上を維持できているよ。効果も重量も出し尽くしてるから当分安泰な気がするけどな。ほんと限界まで出してくれるから反撃のタイミングではあるんだけどね。そんな余裕はないけどな。で、深夜防衛の盾役者たち。牧羊勝敗艦でかなり激しい戦いを繰り広げていたはず。で、攻領はこのままならいけそうな予感。無理に攻めたりしないでいてくれたら維持はできると思うけど。深夜は深夜で土塁の建て替え工事を開始。少し作りが悪いようだからね。もう少し内側に土塁を建設して森をうまく活用したいところ。草だな。ここで工業の助けになるはずの脅威と加工派は永安にリターン。永安の兵だけで十分に防げると思うんだけど。今も陸攻が消滅したからな。露宿も時間の問題だろうね。劉備軍が永安防衛に集中する中、孫策軍は工業奪還準備を進めているんだよね。孫昌公は逃げ帰ったか。これで脅威と加工派がまた工業に向かえばよいんだけど。こっちはこっちで孫策様ご一行が受難兵。曹操との戦いが一段落したのかな。勝敗が守れれば問題ないといえばないからな。うん、工業は落ちたと思う。永安からの援軍は来ないのかな。輸送隊は来てる。それじゃあダメだね。永安付近の劉備軍は目標を失ったみたい。戦機軍相手なら楽勝だな。孫策軍は強化もりもりだからさ。孫策を処断できたら少しは状況変わるのにな。関飛ばがねえ。受難に攻めてきた孫策軍をそろそろ迎撃する予定。え、何が？呂布が反乱を起こした。これは、あの激闘の結果不満を持ったということかな。そうじゃないのかな。でも、聞き従うのが。亀裂がついていった。それ以外はついていかない模様。後で確認したら長領と原始もいたよ。そこあたりは嫁と親愛だからだな。妙義くん。集中攻撃されるのを避けつつ、あのメンバーに正面から戦うのは無謀すぎるからね。迎撃開始だ。一騎打ちがなければ怖いものはないんだけどね。まずは賞金撃破。そして、捕まえる。いいね、少しでも孫策軍主力は潰したいから。次は孫策。孫は城の反撃でお亡くなり。今さら呂布軍を確認。一応4人突き従ったのはすごいのかな。在野からの旗揚げ以外でこんなに突き従ったのは珍しいかも。勝敗で頑張ってくれればいいけど、厳しいだろうね。逆に曹操軍にプラスになりそうな予感。そうだね、前線での反乱だから孫策軍に討伐する兵はいないだろうから。というか、普通に攻領起きてるし。まあ、触れるほどのこともなかったレベルにあったり落ちたから。劉備軍らしいな。平安を守っててくれればいいよ。だな、多少の孫策軍を引きつける程度に頑張れ。話してる間に孫策撃破して、残りは帝砲と郊外に。補給線切ってしまったけど事故だから仕方ないね。深夜の土塁建て替えはもうじき終了しそう。その前に攻められそうな予感がするけど。劉備軍は、何しようとしてる。今さら攻領奪還かな。じゃあ、全力で守れよな。帝砲撃破。あとは郊外だけだね。捕まえられないかな。
害撃破。ダメだった。安定して守れてるだけいいかな。曹操軍が勝敗取りそうだな。孫策軍が弱る分にはいいかな。賞金はここでさようなら。まだまだ孫策軍には主力張れる武将がいるからどんどん捕まえたいよね。力が迎撃しているけど、少し遅かったかな。長領が不在だったのも痛いな。城に取り憑かれる前によくと長領で迎撃できてたら違っていたかもね。まあ、普通に滅亡。呂布が生き残るかどうかが気になるね。遅れて孫策軍が来たけど、ほんともう遅いね。なんか劉備軍が頑張ってるな。黄陵付近までまた行ったようだけど、まあ激しい抵抗で攻撃は断念したという感じか。それで嬉しいような寂しいような話なんだけど、孫策軍が劉備軍にかかりっきりでこっちに構ってくれないんだよね。嬉しい話な気もするけど、取れたか的には微妙だな。負の取り合い程度の小競り合いしかなくてさ、こっちに来てくれてるような気がするけど、あの程度の小粒じゃねえ。大物狙うより細かいの潰しまくる方が良さげな気もするけどな。老犯がたぶらかされてるな。霧が低いのかな。見る価値もないゴツコツコツの逃げ様。ギリギリのところで逃げているね。金銭に捕まったらやられるかもだからな。ほんと延期軍の計略がうざい。応援の南蛮王と防座長が出陣。金銭程度の奉仕なら互角に戦えるんだね。普通なら一方的だからな。公孫どもか。ほんとうるさいね。金銭撃破。あとは邪魔になりそうな投石台も撃破しておこうか。各譜も潰しておきたい。序南から援軍派遣。必要はないんだけど、さっさと潰しておきたいからね。他に進めていた南紀攻略が邪魔されてるね。勝てなくもない数字。どっちが勝ってもおかしくないね。いざ尋常に勝負。大将同士で勝負だ。これは厳しいかも。そうでもないかな。こんな感じ。コメントはないかな。まあ一騎打ちしなくても壊滅は確定だからな。各府撃破。戦果がないのが悲しいね。ああいうしょぼいのでも捕まえていかないとな。受難済みが仕事するかだな。上陸撃破。捕まえた。しょぼい戦果だけどないよりマシかな。もう少し大物捕まえたいよな。孫策軍が南蛮軍を無視して曹操軍、劉備軍と激闘を繰り広げているからさ。こっちには攻めてきてくれないと。受信で激しくやり合ってるのか。手薄になった勝敗を孫策軍が攻めているけどね。面白いのはお互い巨匠を使う気がないこと。補給線の関係なのか、システム的に繋がってない判定なのか。ああ、初段で。城を攻めて兵の減った難避を攻撃準備中。ここで非常に申し訳ない報告なんだけど、北から攻めている金冠三傑義兄弟なんだけど、何を間違えたのか、協定の名刀大王と義兄弟組んじゃったんだよね。縛りじゃないけど異民族関係で義兄弟を組もうと予定してたのにな。それをつい最近まで気づいていなくてね。というわけで、今後は同じ異民族同士で義兄弟を組む予定。ヨウムが話してる間に何してんの。呂布の時に逆賊には付き従わないとか言ってた気が。まあ、妙義の人柄じゃついてくる人いないだろうな。可否も曹操軍が抑えたら北海攻略を考えないとまずいかも。曹操軍が伸びすぎるからな。ここに来て孫策軍に何が起きているんだろ。そんなこと南蛮軍には関係ない。そうだね、河北平定を進めないとね。延期軍にとどめを刺しに行く。死者が面会を望んでいます。また攻撃依頼か。城兵攻略したらな。受けるだけ受けるけどね。
アシュラ人に発明。このまま力攻めで終わるかな。終わった。損害少なくて助かったよ。それなりにやられて入るけどな。このくらいなら少ないよ。ここにいるのは誰がいるかな。その前に延期軍が滅亡だった。次は保養。その前に地の利だったね。武将数少ないから費用もたかが知れてる。名刀大王が連れてきた。37人しかいないのは、結構処断したからかな。かもな。炎症も炎炭もいたのか。それで延期継承は何かあったのかな。そういうもんなのかもだけどな。原始はここまで流れてきてたか。紳士もいた。一番乗りの手柄にはできないのが残念だね。昔馴染みが多いのがきついな。それでも逃してあげるわけにはいかないから。有料がいたか。というか、有料くらいだね。これで北の異民族三種は集め終わりかな。残るは三越と戦いの結果流れた武将くらいかな。武将数が頭打ちなのが一番きついかもな。馬族の時は最初から変化なしだったけどね。あれはあれで懐かしい記憶。一発か。異民族同士心が通じ合ったかな。なんかよくわからないけど反乱が起きまくったところで今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。